F13 ポンド法をもとに即席で開発した降車法である。名称の 6CWT とは、方針と法備の合計重量に由来し、他の13ポンドと呼称される法と区別するために用いる。ソーニクロフロ J 型運搬車上のマーク通報画に載せられた QF13 ポンド 6CWT 降車法。中退機は、 マーク、アイホーガの二つから一つに減っている。本法は、標準的な、QF13 ポンド法の方針と法美を使用し、工業各自の装填のために相談版を付加したもので、ある。これは1914年10月に認可されて、マーク、アイホーガを使用し、主として、動力運搬車に搭載された。マーク、アイホーガは工業各自の方の動作を容易にするために、 通常の副雑の上部に追加の中体機を有している。故に法の外見は、方針とその上部についている二つのやや短い、同じような直径の円筒が特徴的である。マーク2側、通方画は利便性を向上した形式であり、デフレクション、ギアの追加と反動システムの改良を行い、後射砲への回収過程で追加された中体機は、 不必要となったために取り外された。マーク、通報画を用いた場合、砲の外見は標準的な QF13 ポンド砲そのものである。砲画の設計はやや特徴的で、砲の左側に二人の小巡手が位置する。第一次大戦の後、本砲は13ポンド矢砲としての任務に戻された。本砲の弾道性能は、 不十分なものであり、またその性能は、航空機に対して最低限の効力しか有していなかった。それがゆえに、本砲はそれほど重要でない戦線に送られることとなり、QF13 ポンド QCWT 降車砲や、QF3 インチ 20CWT 降車砲が、主力降車砲としての役割を担うこととなった。第一次大戦の終結時点で、配備されていた。 本法の数はすべて合わせても、わずかに20問であり、そのうち12問が、市内半島及び、パレスチナ戦線、4問が、メソポタミア戦線、2問がギリシャ、そして同じく2問が、西部戦線で運用されていた。下記の表は、第一次大戦期のイギリス成功者法の性能を、比較したものである。ABC ホッグサーストン1972。 P60 ラウトレッジ 1994P6 ラウトレッジ 1994P27 ハットラウトレッジ 1994P9 ホッグサーストン 1972P234 から235ハットラウトレッジ1994ページ9同書では初速1990フィート秒としているがホッグサーストン P65 では2150フィート、秒としている。ラウトレッジ1994、P13、プリングウィズプリングウィズトゥディテールズフロムトニー、ディジリアン、S ウェブサイト。ありがとうございます。